か。おお、すげえ。あ、違う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 、お前それはそう30で2件で始まるんで、はい、まだ大丈夫ですよね、はい、いけます。ロリコンちゃん、松尾です。スーパー二階堂です。あ、ちぶりです。小松さんどこです。はい、小松さんどこです。小松さんがいなくなった。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。来た。さあ、小松さん、じゃあ、いつもありがとうございます。武道具店と思えない格好します今日はちょっと、はい、楽なので、こやつが、はい、剣道を始めるということで一式揃えようと。まあ、でも市内は僕の分をあげます。ありがとうございます。つば止めだけ持ってます。二階堂さんからあげます。はい、いただきます。はい、松尾多動中継。高級な鹿革を使った素材のタイプ。鹿、はい、鹿。手の内も白の鹿革を使ったタイプとか。鹿。おお、すげえ、はい、チョコリー。はい、お前見るな、値段見なんで。ちょっとつけてからお前見るいいですか。剣道をする。いやいや、親指派手なんですね。わかるやろ、お前手袋はしたことあるやろいや、見えないね、もう剣道をする上で竹刀を握ってするもんですから、小手は結構重要なところになってくるんでですね、はい、その感覚とかも。あ、開いてるんですね、ここ M サイズなんでちょっと小さいので、これはまた調整しますんで、感覚だけ今はちょっと。これは初心者から経験者まで使ってるノーマルタイプの。これが一番目、はい、これ覚えてる、これ覚えてる、はい、目閉じておくよ、はいこれが2番目、はい、じゃあどう、目閉じて、開いて閉じて、グッパグッパ。違うの分かる、なんかやばくなった感じがします。オッケー、じゃあ次行こう。はい、これ2番目。目閉じとるか。はい、これ3番目。はい、どう、よし、オッケー。松尾太道ちゃん、これはもう好みですね。自分がどれが一番これしっくりきたか。1から3でどれがしっくりきたでしょう。しっくりきた、動かしやすかった、フィットしたやつ。フィットしたやつ、うん、1じゃないですかね。2は違うんですよ、なんかやばかったんですよ。やばいのが嫌い。あ、やばいのが嫌いなの。なんかやばかったの。逆にですか。逆に珍しいですね。珍しいですね。あ、そう、やばい方が、やばい方が動かしやすい。やばい方がなんか感覚伝わりやすそうじゃないですか。硬い方が持ちやすいか。硬い方が持ちやすい。いやいや、違う。硬かった。てか、動きにくいやろ。硬い方がいいから。松尾多動中期。軽く振ってます、いいですか。こうさんの場合。どう振るんですか。そうそう、感覚的に。いや、そんな肩に力入れんの。柔らかいのは1ですね。じゃあそっちやな。どっちが好きなのはどっちなんですか。ちなみに硬い方。硬い方が好きなんですね。守られてる。ああ、違う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 、お前それは、それはお前撃たれた時のことは考えたらいかん。守られてる。こっちは一緒ですよ。一緒よ。こっち側は一緒ですよ。手のひらは違う違う、防御力は一緒よ。防御力一緒だ。一緒よ、防御力一緒です。ちょっとだけ、はい、つけろ、はい、痛っ。僕はちょっとこんな痛いんすか。今軽くやるよ。痛っいや、激烈痛いんすよ、小手は。もう真っ青になりますけど。どっちも変わらんっていうの分かったやろ、これで。つけてても痛いんだよね。つけてても痛い、小手は。こんな痛いっすね。つけてないよりはマシっていうぐらいだけ鉄板とかが入ってて、それで守られてるな。鉄板って鉄板わけないじゃん、お前。それ戦に行くわけないじゃん。こういうなんかプラスチックがここに縫い込まれてて、そんなわけあるか。それで当たっても、あーみたいな感じで、ね、ちょっと打ってもらっていいですか。いやいや、それは衝撃。それ一緒やから。それは一緒やから。ここでも高いやつで打ったら買わないけんくなる。買い取りですけど。それは一緒や。高いやつで痛みが守れるんだ。いや、一緒って一緒やから。あ、このマット固定は痛い。気持ち悪いやん。でも今の見たって分かったでしょ。そんな強く言ってない、うんうんうん、当てただけですよ。あれで声が来るんですから。固定って声が来るんですから。固定はお前だけ。僕
こさんのと言いたいですよ。まこさんの会いたいよ、あのコテは。まこさんのと花田先生のコテはすげえ痛いんですよ、うん、市内がね、なんか鉄心入ってんじゃないかと思って痛い、うん、めちゃくちゃ痛いんだよ。松尾道中記これがいいよね。そうそう、洗えるやつ、洗える、それがいいと思う、洗えるやつもいいよね。そうですね、洗えます。買い替えるもんでもないですしね。何してるの偉いもん、昨日はもうどれぐらいあったのに、どうしたの。いやもう歌詞めちゃくちゃ松尾太郎地域。何より似合います。これジャージ素材ですね。はい、はい、ジャージ素材のタイプ。ジャージ素材は普通に洗濯機で洗えるけど、あ、いいっすね。すごい、京子さん洗濯機で洗えるシリーズばっかりです。なんであなたここ見つけたろうと。あ、人間わからない。あ、カセドーム、そう、カセドーム、あ、そう、カセドームの近くで、カセドームの近くで探したら、ここが一番寄りやすかったんだ。そうだ、思い出した。何時からここで買えばよかったね。いや、そうなんよ、いろいろ思った、俺、本当に。あ、これいいんすよ、うんと。アスカさんのね、ファンの方々、フェローズの方々もなんか剣道をね、再開したいみたいなコメントとかも入ってたんですけど、はいはいはい、今から始めるには遅いですよねって言ってたんですけど、30でね、剣道始めるんで、はい、そうです、まだ大丈夫ですよね。30で、はい、初めていけます。初段、2段とこれからですね、うん、もうだってあと半年よ、あんたら。そうですよ、あんた半年であと2段から、ええ、だってなんだかんだで僕37で始めてますからね、僕、うん、剣道ね、ええ、あ、そうかそうか、そんなもんですよ、そんなもん、そんなもん、うん、でもこいつらだって卓球しか知らない。そうです。ここですか。腰、腰骨、お前腰骨が分かるよ。ここじゃないですかね。腰骨が分からない。これウエスト、ウエストや、腰骨って言われるもの。腰骨ってここじゃないですかね、多分って何、お前自分の腰骨が分からんってこと。ちょっと2回だと思うから。いや、そんな上じゃない。いや、お前が分からんのになんでお前の腰骨が2回だと。なんで俺、あんたの何なのよ。あ、これだ、これ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 ですよね。これ24号で、24号だって、はい、墓物サイズ覚えとった方がいいよ。僕も小松さんに迷惑かけたらいいか。24号。防具袋どうしましょう。カムリがいいです。前回と一緒なの、はい、あれがいいですか。四輪と全方向キャリー、全方向キャリーとカムリバックでしょ、はい、そこのセットで、俺お前ぼったくられるけん気をつけろ。そう、30% 入ってくる。紹介した。そんなに入ってくるの。すごいね。すごいね。30% だって。バーベラサーフィン。これね、本当に信用する人いるかも。松尾太郎地域。いくらになるかはね、分かんないですけど、綿タオルをね、新しくオレンジのやつを100枚作らないといけないんですよ。まあ最低ロットが100枚なんで、それは僕が出します。勝ちますですよ。ありがとうございます。いつもありがとうございます。綿タオルだけで全部で32万使ってますから。はい。ありがとうございます。誰も払おうとせん。あ、ありがとうございます。もうこんな感じですよ。はい、ありがとうございます。もうありがとうございます。こんな感じですよ。いや、それいやいや、違う、1個言わせて、1個言わせて。その、僕はお礼の形として金の銅とかをもう待てどんどん買ってますから。いや、じゃあお礼の形としてってもうタメ口やもんね。礼言う人に対してタメ口やもん。ちょっと待って、1個言わせてって言う、そんな。だから僕はそれを出していただいてるというのがあるから、じゃあ自分の装備とかね、まあ、動画にも出るしっていうところはもう惜しまず、ちゃんといいものを揃えようと。あ、なるほど。ちゃんと、ね、そこに使おうということでいろいろ買っております。どうですか、金の銅、お気に入りです。まあでも最初50枚やったもんね。はい、そう、最初はね50枚で、あのね、無理言って50枚にしてもらったんですよね。そうそうそう、4色いるってことね。50枚にしてくださいっつって、でもまあ100枚で、ありがとうございます。8万、8万です。はい、8万すごい、ね、これ8万の例じゃないの。ありがとうございます。ありがとうございます。8万円分じゃない、8万の例じゃないやろ。すごいですよ、見た、8万の例。おい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 、会社をやってね、それはね、稼いどるかもしれんよ。分からんよね、無理して稼いどるふりしとるかもしれんからね、僕はね。8万っていうのがね、でもね、剣道業界的に8万っていうのがどういう価格かっていうのはもうまさにこういうことなんですよ。防具より高い、防具一式5万8000ですか、これ。そりゃそうよね、100枚ってさ、普通ね、中学校3年でもう使わんからね、100枚なんかね。そうね、毎日やる部活でさえ使い切らない。使い切らんから普通、まあどっちにしろファングッズにも出しますんで、はい、はい、お好きな方、剣道やられてる方、そうですね、サイン入りがいいっていう方がいたらサイン入れて渡しますし、はい。あ、来ました。はい、すいません、お待たせしました。はい、全部で13万6000円。
結構勝負になりますね。で、はい、今回ですね、ご購入いただいたということで、道中記見ました。道中記を見たね。道中記を見ました。ラムダの方と、はい、あとこのツバの方ですね、はい、サービスでお付けさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。神様、仏様、小松様、ありがとうございます。松尾道中記、ちょっとね、いい防具を買ってるんで、あ、始めるけどちょっとね、大変かもなって思う方はもうちょっと安いのもあるんで、ね、そうですね、とりあえずで始めるんだったら本当に一番お安いね、セットがお買い求めやすいので、それからスタートがいいんじゃないですかね。うん、で、松尾道中記見たって言って来てもらえれば、うん、何かしらこうちょっとよくはしてくれるんで、悪いようにして、いいようにしてよろしくお願いします。なんかあれでしょ、ブルーフォアさんもいらっしゃった。あ、そうですね、ブルー&ホワイトさんも来ていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、今後ともまたよろしくお願いします。もう頑張るよ。はい、頑張ります。とりあえず3ヶ月ね、3ヶ月でボーボー買い替えろ、はい、3ヶ月せっかくかっこいいオレンジあれ3ヶ月終わりですか。ワンクールですか。ワンクール、まあ、ダメです。いいよ。いや、頑張ります。頑張れ。じゃあボーグにとりあえず半年続けろ。とりあえず半年、半年経って1級取ったから、はい、はい、ニカさんとウラモン、はい、半年稽古すればちゃんと1級取れるから、はい、で、それからすぐ初段取る、頑張れ、はい、ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。さよなら、グッバイ。並んでますので、はい、で、剣道をするにあたってですね、面と胴、固定、垂れっていう風に、はい、はい、女の子じゃないですよね。あそういったのをつけて、この今度から稽古、試合と、はい、していくような形になるんですけども、使用する際にですね、やっぱそれぞれ使用が違ってきますので、はい、例えばですけど、